この長い髪の毛はなぜこれこれ WOW メビハーサラキキューになって女神に会いたい未来はどうなるの理由は見せて嘘でも理由フェイクボーツラバーにしちゃおうなんで挙動ってんだよ失敗するなよとちゃんと言ってそこにちょっと踊ってないと怒っちゃうよ。いろいろありましたからね、2015年は。まあ、いろいろありましたね。いろいろあったわ。やっぱり、私的には、雑報志望からチャオベンラチンクエッティっていうのに名前に改名したのがやっぱり大きかったかなって思ってます。確かにね、うん、でも、ね、チャオベラにさ、変わってから結構さ、注目度も少しは上がった気しない？そうなんですよ、あの、TOKIO の国分太一さんが、うん、あ、そう、ラジオで、あの多分チャオベラチンクエッティって名前が珍しかったのか、うん、の連呼してくれたっていうね。売れました。チャオベラ売れた。チャオベラチンクエッティってと早っ言ってくれて、ちょあと今日のね、うん、オープニングの SE もね、うん、あの世界のね、はい、山寺光一さんに言ってもらって。すごいよね。山ちゃん、山ちゃん、山ちゃん、あれでしょ。山ちゃんってさ、なんか橋本愛直しらしくて。え、そうだから本当にね、私も世界の山寺光一さん推しなんで、私自身すごい光栄です。すごい、何目線なの。相思相愛的な。よくわかんないですよね。いやでもさ、今日本当にやっぱね、もう年末っていう感じでこんなにたくさんの人が集まってもらって、多分チャオベラを久しぶりに見る方も初めて見る方もね、多いと思うんですけど。そうね、いやなんか、あ、5人組から4人になっちゃったんだみたいな。気づいた方も多分いらっしゃると思うんですよね。あきゃ元気か。あきゃ、あきゃ元気、あきゃ、あきゃ。相変わらずイライラしてんのかもね。いやいや、元気でやってるみたいですよ。秋山はね、多分どっかでイライラしてると思います。イライラしてね、穏やかじゃないね。まあね、元気にやってるみたいですけどね。良かったですね。いやでも本当に、本当にこれからもね、私たち変わらずに頑張っていきたいなと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。1月27日に発売する新曲の中からどうしよう私を初披露したいと思います。うん、ね、ついに初披露しちゃいますか。しちゃいました ね。この曲はね、うん、アンジュームルを卒業した福田かのんちゃんが作詞をしてくれたんですけど、福田大先生がね、あれなんですよ、歌詞の内容が、うん、こう幼馴染を好きになってしまって、こうどうしようモヤモヤするっていう気持ちを歌詞にしてるんですけど、うん、はい、こうね、友達の関係を一線越えたらどうしようみたいな、ちょっとなんか大人っぽいフレーズがあって、うん、確かにこらかのんみたいなね。いやいや、カノンも大人になってる証拠じゃないですか。カノンのね、たくさん妄想が詰まっている。いやいや、ありがたい。この曲を、今日はモヤモヤする、どうしようと思った時間が刺激的だしたらどうなんか、化学反応を起こってしまうから、成功得ることが正解とは限
す顔が熱い熱でも出ちゃったかしら。そうじゃないこと自分もわかる君はやった気づいてない。歌を踊りたくなるようなリズム、星に願いをいつでも夢をゆるり間もなく日が沈む。Love you.